日は今ちょっと計画していることをみんなにお話ししたいんです。実は新曲で月という曲が私のニューアルバムエッセンスの CD だけに限定で収録されてるのを知ってました。あとは千葉のフリーダムでピアノで弾き語りをしてその曲を歌いました。みんなあの時ライトをつけてくれて感動的なシーンになったんですけど、この月という曲をリリースしてミュージックビデオをアフリカで作ろうと今計画しています。実はこの曲は長坂真吾さんというアーティストの月という絵を見てできた曲です。見つめ合ってあっという間の瞬間を時を止めてバランスはどこへ未来をうつむかず水たまりの水面に映る空、月のメッセンジャー、ガラクタの僕はところ変わればヒーローで、ボロボロの私もシンデレラにして、月の孫くんに聴かせた時に孫くんはすごい気に入ってくれて、この曲のミュージックビデオをアフリカガーナで撮ろうという声をかけてくれました。そして今アフリカガーナに行くということをやりたいと思ってます。そして見てくれてる私のファンのみんなにクラウドファンディングで支援していただいて、一緒にアフリカを見てアフリカのミュージックビデオの制作応援してもらって、完成するまで一緒に体験体感してもらいたいなと、ミンミへの応援、そしてアフリカの応援もしてもらいたいなと思ってます。この月という曲は作詞作曲という著作権の半分を長坂真吾くんの活動にお渡ししようという風になってます。私もアフリカのガーナに正直行ったことがないし、真吾くんが見た景色とか感じたことっていうのはまだ感じてないので、アフリカにのね少年たちをね救いたいっていう感情っていうのはまだ始まってないんですよ。だけどミュージックビデオの撮影を通してどういう景色が見えるのか、どういうことを感じるのかまだ未知数なんだけど、ガーナで撮影をしようという声掛けをもらって、それはちょっと行動してみたいなと思ってます。行動したことによって作品がどんな風になるか、そして自分のアーティスト活動がどんな風になるか、これはもう未知数ですけれどね、そこにきっと何か大きな一歩、意味のある一歩になるんじゃないかなっていう期待をしていて、見てくれてるファンのみんなと一歩一緒に進みたいと思ってます。具体的にねちょっとクラウドファンディングでどういう金額を集めてどんな制作をするのかとか、逆にそういう返礼、応援してくれた人たちが返礼してよかったなと思うお返しを何にしようかとか、これから作っていきたいなと思っています。撮影はもう12月24日クリスマスイブアフリカガーナっていうことが決まってます。そんな中クラウドファンディングを急ピッチで準備してスタートしたいと思ってます。細かいことが決まってない中ですけど、みんなにぜひ応援してもらいたいなと思うので、この後詳細を発表するのでぜひチェックして一緒に応援してください。一緒に参加してください。一緒に世界の色を変えましょうということで、ドキドキワクワク、 Name is freedom。 私たちのチャンスは、みんなのチャンスはつながってる。やってみましょう。よろしくお願いします。いいねやコメントもお待ちしてます。ミミでした。 Name is freedom。